熊谷玄直は、安土桃山時代から、江戸時代の武将。毛利氏の家臣。秋熊谷氏当主。妻は、沢高秀の娘。熊谷隆直の子。熊谷信直の孫。男子に、自家邸、二郎兵衛、伊之助。女子に、天野元信妻など。署名は、元帝。二郎三郎、伊豆守、武前神、蓮西、メルキオル。工事元年。 毛利氏家臣の熊谷隆の子として誕生。この頃の秋熊谷氏は、祖父、信直の第二娘を吉川元春に嫁がせ、1万6千国の所領を持つなど、毛利氏の縁石として徴用されていた。天正7年、父、公直が死去すると、祖父、信直の補佐を受け家督を継承する。主君の毛利輝元に従い、豊臣秀吉の四国攻め、 九州征伐、小田原征伐、文禄の役などに従軍し活躍した。慶長元年、豊臣生を歌手された。一方で、天正15年3月中旬、黒田義隆の勧めで、ペドロゴメス神父から洗礼を受け切りしたんとなり、洗礼名メルシオルを授かった。この時同じく、黒田義隆の勧めにより、もう年家中でも多くの者が受選している。当初は、 キリスト教に熱心ではなかったものの、1596年、秀吉の伏見城武神を任ぜられて、上方に滞在中、神父たちに会って、信仰を強め、自分は今後は、一度受け入れた信仰にふさわしい、生活をしようと望んでいると述べた。その後、豊臣秀吉の気教霊や照元からの気教の命を拒絶し、毛利領のキリスト教信者の被護者となった。元々現職は、 家中での建制を背景に独断選考の傾向があったため、合わせて、モトの強い不況を買った。慶長5年の関ヶ原の戦いにおいて、毛利氏は西軍に就いたため、秋国をはじめとする所領を減報されることになり、現直も、伝来の所領と三、入高松城を失い、共に、津を長門に移り、八千国を領した。慶長九年、輝元は、新たな毛利氏の本城を、 萩城と定め、重心である原直と、増田元将に、その築城を命じた。その際に、元、将の家臣が原直の一族である、天の元の部配下の者から築城の材料を盗む、事件が発生し、その責任をめぐって両者は対立したため、築城作業は遅延する。このことで、徳川氏の不況を買うことを恐れた寺本は、慶長10年に、 萩城の築城の遅延の攻めを問うという理由で兵衛を送り、玄直は一族の天野元のブラと共に撃たれた。この粛清の際に玄直の妻やこの次郎兵衛、伊之助も殺害された。また、これと前後して、毛利領内のキリスト教関係者の多くが処刑された。なお、玄直の死と共にほぼやから滅ぼした秋熊谷氏だが、自家邸の子、元邸が、 母方の字にあたる毛利秀元に、被護されて、祝星の連座を逃れており、後に大阪の陣で先行を挙げて、三千国の宿りき組として、熊谷氏を再興した。後世現直は、キリスト教信者の働きかけにより、殉教者として、扱われ、キリシタンの近況が解除された、明治時代には教会に墓所が設けられた。また、2007年3月4日には、 ローマ教皇庁が17世紀前半に江戸幕府の迫害を受けて殉教した現職を含む日本人、カトリック信徒188人に対して副社の継承を与えられることとなり、同年6月にローマ教皇ベネディクト16世によって正式承認された。ありがとうございます。